どうする家康第9話、守るべきもの、ネタバレとあらすじ。2023年3月5日放送予定。本庄寺では門徒たちが笛太鼓や琵琶の音に合わせ踊っていました。その中でひときわ大騒ぎをしているのは本多正信でした。踊れ踊れ、景気づけじゃ、戦いはこれからじゃ、さあみな踊れ。今や三河の国は一向宗の一揆と敵対勢力の謀反により内戦状態でした。その頃、家康は城にこもっていました。おしまいじゃ、もう誰も信用できぬ、何もかも。松平家は家来に裏切られる宿命ゆ。度重なる家臣の謀反により絶体絶命となった家康はどうすればいいかわからなくなっていたのだ。坂井殿や数正殿も信用ならぬのですか。あいつらも吉良から誘われてるに決まっておる。きっとわしを裏切る。忠勝殿や康政殿は一番危ない。忠勝は鼻からわしを君主と思っていないし、康政は俸禄目当てでコロッと動く。元忠殿や近義殿はそいつらはただの馬鹿だから簡単に騙されるわ。わしが信用できるのは瀬名たちだけだ。そう言って家康は瀬名たちを抱きしめました。時を同じくして酒井、数正、忠勝、康政、元忠、近義たちにも吉良からの密書が届き、皆悩んでいました。殿があのありさまじゃ考えねばならぬな。翌日、岡崎城では評定が行われていました。本庄寺攻めは大久保殿に、我が兵は疲れています、もう少し休みをいただかなければ。では本多勢に、兵が足りませぬ、とても手が回りませぬ。酒井殿、数正殿、これこれこうして勝つ、そういう道筋を示してくれないと我らはこれ以上戦えませぬ。忠勝は詰め寄ります。酒井、数正は後ろめたいことがあり答えられずにいました。家康がしっかりしないこともあり、家臣たちの心が揺れても仕方ありませんでした。評定にも参加しない家康は何をどうすればよいかわからず、居室でぼーっと座っていると、いつまでこうしているのですか。どうしたらいいかわからぬ。怖くて仕方ないのじゃ。そうしていると鳥居忠義がやってきました。なんじゃ。年寄りの最後の小言と思ってお聞くだされ。殿、道は二つに一つ。主君たる者は家臣を信ずるほかないのです。主君が家臣を信じなければ、家臣は主君を信じませぬからな。信じて裏切られたらどうする。また罠にはめられたら。それは仕方ない。それまでのことでござる。仕方ない。道は二つと申したな。もう一つの道は、もう一つは謀反の恐れがある者を片っ端から首をはねることです。もし後者を選ばれるなら、まずは私から殺してください。病で死ぬより楽ですわ。そう言って忠義は出て行きました。瀬名も家康の指にキスして思いを込めます。瀬名のおまじないは家康の心を落ち着かせるのです。家康は覚悟を決めました。そして評定に入ったのです。主殿では家臣らがお互いの様子を伺い、長い沈黙を続けていました。そこへ金だみ具足をつけた家康がやってきました。上座についた家康は威厳を持って皆の前に向き合いました。酒井、東条を攻めよ。数正は大草を、松平は夏目を、他の者はしばし休んでよい。本庄寺はわしが攻める。お供したい者だけ参ればよい。家康が決意をしたことで戦況は一転した。徐々に家康軍が優勢となります。まず夏目広次らが降伏します。一揆側は次第に追い込まれてきます。本庄寺では門徒兵らが叫びます。敵襲、敵襲、門が破られたぞ。攻める家康が号令を出します。かかれ。そこに本多正信が櫓の上に登って言い放ちます。諦めなはれ。我々が死ねば、その子供たち、そして孫たちが永遠に戦う。殿に勝ち目はござらん。そう言って門徒たちの士気を高めます。だが大久保が怒りを込めて撃った銃弾が正信に命中し、屋根から落ちました。幸い弾は正信をかすっただけでした。本庄寺との対決が続くある日、水野信元が城にやってきました。寺と和睦して家臣を許し、吉良たちを叩くよう信長様が仰せじゃ。信長様は
大こりじゃぞ。信長は和睦は形だけして兵が解体した後に攻め込めというのが指示でした。家康は卑怯な戦いはしたくなかったが、背に腹は変えられない状況でした。和睦の知らせを受けた空前は傷ついた門徒たちを見てつぶやきます。この子らを守りたかったんじゃ、この子らの暮らしを、それがいつの間にか。侍どもに利用されてしまった、こんな戦いがしたかったわけではない。震える声で空前は膝をつき、門徒たちに土下座しました。永禄7年、1564年の春、家康は空前と和睦し、一向一揆は終結を迎えました。そして、家康は本證寺へ攻め込むことはせず、吉良義昭と松平正久らは鎮圧しました。その頃、千代は数名の遊女を連れながら、甲斐の武田信玄に会っていました。松平家康をどう見た？信長には遠く及ばず、肝は私の見た武将の中では最も小さいお方かと。ただそのことを自分自身がよくわかっているようです。なるほど、面白いな。千代は武田の放った忍びだったのです。報告を聞いて、信玄はますます家康に興味を持ちました。その頃、家康は岡崎城で戦後処理に当たっていました。多くの家臣が謀反に加担していたこともあり、家康は悩みます。夏目広次は家臣の多くの嘆願により不問にしました。もう一人、本多正信はどうするか。家康は本證寺に行くと、本多正信はドカッと座っていました。なぜ？弁明しに出てこぬ。銭のためでない。謀反する気もなかった。ただただ、御仏のためだと、そう思うせ。そういえば、わしが皆を説得して、家康はなんとか本多正信を助けたかったのです。私は、殿を殺そうとしたのですよ。その私を許してはさすがにまずいでしょう。正論すぎて家康は何も言えません。それに、過ちを犯したのは、殿だからです。民が仏にすがるのは現世が辛いからです。自分の役目を果たさず、民の救いの場を奪うとは何事か。それが死は、御仏のために戦ったわけではない。大切なものを守るために戦ったまで、悔いはない。悔いなくてはならぬのは、殿でござる。家康は声を低くして言います。正信、すまぬ。三河から追放する。二度と戻ってくることは、愛ならぬ。お前の妻子は大久保忠世が面倒を見るそうじゃ。長年のご恩、心よりお礼申し上げます。そう言ってひれ伏しました。家康が帰ろうとすると、寺はどうするのでござるか、頭を抱えておる。元あった野原に戻しては、二人は目を合わせ、微笑み合います。ある日家康は、瀬名と一緒に岡崎城から城下を見下ろしました。家臣の結束が強まりましたね。わしは愚かなことをした。わしが守るべきは、民と家臣であったのに。ならば、これから成し遂げましょう。遠離江戸、権武浄土、汚れたこの世を浄土に。そんなこと、このわしにできるかのう。